切り替えてなかったかな。今も声が遅れてくるよ状態になってるかもしれません。かもしれません。今ちょっとですね、エイトクシンクという、なんか、パワー、マシンパワー持ってっちゃうような、ものが立ち上がってる状態で今やっておりまして、これ落とすんですけど、ちょっと落としそびれて、今に至るという感じでございます。というわけで、こんにちはでございます。こんにちはでございます。ちょっとですね、若干遅いかもしれませんが、CM なかったですか？残念ですね。読売新聞の購読を進める広告、最近増えてるんですけれど、CM 経済産業省。お役所仕事の CM も増えるんですよ。3月になると。なぜか予算の使い切り。この YouTube 番組の方の広報も、政府広報結構力入れているというか、予算枠作ってますんで、で、それがその分、この年度末になりますと使われますので、まあそんな感じですかね。なので、まあこれはちょっとうがった見方になりますけれど、今の高市早苗さん、さらにその総務大臣の行政文書ということの、このギャスかギャスか、またいつもの総会や行為なのかなっていう気がしないでもありません。総会や行為。テレビというものはギャスかギャスか大騒ぎしていて、そして政府の広報が足りないとか言い出して、政府広報お金ちょうだいとか言い出す、やり出す。よし。今、特進区、潰してやったぜ。潰してやったぜ、ということで。今、オンタイムでご覧いただいている皆様、少し遅れてからアーカイブ版でご覧いただいている皆様、こんにちはでございます。こんにちはでございます。テレビが放送法のうんぬんということをやっております。まあ、これについて私、高市早苗大臣が完全に罠にはめられたという見立てを昨日の番組で紹介しました。またそれに連なるツイートをしているとですね、お前宮脇なんてね、ご批判いただきましたけど、ほら、その通りになってるでしょって感じ。この人たちもずっとこうなんですよ。実はこの私、テレビの批判をしても20年近く、特にネット上での発信を始めて20年は丸々経ってますかね。ずっと同じなんですよ。声少し遅れてますか？遅れてますか？一回落として立ち上げ直すか、しばらくちょっと様子を見ていただくかしかないんですね。ないんですね。落とします。落とします。こちらの方で今1秒ぐらい遅れてますんで、完全に音声は遅れてるかなっていう感じですね。お待ちいただけるようでしたら一回落とします。と言っても、でもちょっとコントロール戻ってくるまでしばらく時間かかっちゃうんですけれど、どうでしょうか。少しずつ戻ってきてる感じなので、ちょっとこのまま続けさせていただきます。今日は、というわけで、今オンタイムでご覧いただいている皆様、少し遅れてからご覧いただいている皆様、こんにちはでございます。そしてアーカイブ版でふわっと来てからご覧いただいている皆様、おはようございます。目覚めた今日は良い一日、多分ですよ。これからお休みの皆様、おやすみなさい。いい夢見てくださいね。なんか本当にテレビのニュース風情報バラエティ番組見てると、なんか悪い夢しか見ないような気にもなってきますが、まあ、いずれにしよう、ふわっと来てからご覧いただければなと思います。まあ、嫌なことはね、お茶でも、お茶のカテキンじゃないかな。アルコール消毒。お茶のアルコール消毒、よくわかんないですけど。いきます。うわぁ。生き返ったところで宮城の歌話でも聞いてやろうか見てやろうかという皆様、お疲れ様でございました。まだ俺たちの戦いというかですね、お仕事残っている皆様、安心してください。私もバッチリ残っております。まるっと含めて頑張っていきましょう。というわけで、本日令和5年3月7日、突然始まる生配信始めていこうかなと思います。今週どっかのタイミングでまた秘密基地に出かけますんで、それまたご案内、させていただこうかなと思っております。まずは今日のラインナップはこんなところ。ドン。いや、ひどいですね。今、TBS の N スタ、井上貴博アナウンサー。我々変更報道をしているというご批判をいただきますが、それを受け止めながら反省して、で、捏造という言葉がとても強く、おいおい、井上、違うこと言ってんだよ、お前。と、白ちゃんが言っておりました。捏造というのは、少なくとも、あれは、コニタンこと、小西博之参院議員に言ってることを、自分たちが捏造だと言われたかのように、井上貴博 TBS 社員。話取り違えております。私、正直、この手の卑怯な話が大嫌いでしてですね。
テレビ批判に関してはネット上でもう20年以上やっております。20年以上やってます。またこの手かって感じでございます。まあ今日はこんな感じ。高市早苗さん、包囲網の繰り返される月コラボ。まあこのコラボちょっと引っ掛けてるだけで、あのコラボじゃないです。まあコラボレーションのコラボです。そして三浦瑠麗をついに逮捕の天国と地獄、H3 失敗。まあこれちょっと全部やれるかどうかわかんないんですけれど、まあ時間が余ったら H3、瑠麗かな瑠麗かな、まあそんな感じでございます。この番組的には新型コロコロニュータイプをやっていこうと思います。つっても一瞬です。もう、敵も去るもの、引っかくものというよりは、こちらはちょっと伝えておかなければならないかな。コロコロ2価ワクチン、高齢者は2ヶ月で効果低下ですって。もうこの手の話題、すぐ出ては消えますんで、まあ今日こんなことで大騒ぎしてましたよという話題。はい、2ヶ月に1回ワクチン、2ヶ月に1回ワクチン。年6回ですか。年6回。まあこれはあくまで一般論ながら、いわゆる、その病に対して、強い抵抗力を身につける、まあ免疫力をつけるものというものは、比較的長く持つ。まあこれあくまで一般論ですよ。詳しいことは専門家に聞いてください。ただ毒性がジャックドックとかしちゃいますと、まあまあその弱いものに対して何を打つんですかというような状態になってしまう。まあいろいろなものの辻褄、ウイルス学の一般論で見てった時にいろんな辻褄がもう合わなくなっているというか明らかになってるんじゃないかなという気がしております。それでは今日の話題は、待ってくださいね、今動画なんで後でギャスか言われるんで嫌なんで今止めました。この宮城チャンネルかっかり突然始まる生配信、ライブ版でやってるオンタイムで放送しております TBS、今日の午前中ですね、本日令和5年3月7日午前中にですね、高市早苗大臣が、いわゆるコニタン文書こと、まあ、小西、文書、コニタン文書ですか。まあ、コニタン文書について記者会見を開きました。それがこちら。高市大臣が辞職を否定、内容が不正確と確信、放送法の解釈変更要求に関する行政文書をめぐり。ということで会見を開きました。そしてこれ今テロップに出てるようにきっちりと調べて4枚については内容が不正確であるということに確信を持っております。記事の冒頭を紹介します。野党議員が公開し、これ小西洋之参院議員、立憲民主党所属です。安倍政権下で当時の総理補佐官が放送法の事実上の解釈変更を求めた経緯が記されたとされる資料が総務省の行政文書であると確認されたことを受け、文書は捏造と指摘していた高市経済安保担当大臣は、自身に関する部分は内容が不正確だと確信していると述べました。高市早苗経済安保担当大臣、きっちりしと調べて4枚については内容が不正確であるということに確信を持っております。文書に名前が記載されている高市氏は今日の会見で、自らについて書かれた4枚については内容の正確性や作成者、日時が確認できないとし、不正確であると断言できました。そして以後、捏造であるということから、これ捏造でなかった時には議員辞職、というか大臣を辞職し、さらに議員辞職するということ、これを確認することのような記事になっています。これについて、私は昨日の令和5年3月6日夜19時半からのですね、レギュラー放送の方で、まあまあ一つの罠にはめられたんではないかという、まあこれはもちろん陰謀論の、まあ仮説な話です。したところ、この高市早苗さんを擁護する人たち、まあ私も応援してますよ。なんですが、その人たちからですね、いや、何言ってんだ、高市早苗さんは正しいことを言っていて、あれは完全論破したんだと。おいおい、お前は結局高市さんが辞めればいいのかなんてね、とんでもないことで絡みつかれました。まさにうざがらみ。うざがらみされたんですが、今、報道。まあ今ね、テレビ見ないって方も増えておりますんで、まあちょっとご存知ない方も多いと思うんですけど、テレビの方ではずっとこれやっております。ただし、全部ではなく、国会でやっていること、
あるいは大臣が、現在の総務大臣が発表をしたそのことを思って、やっぱり文書は本物だった、本物だったと。そしてギャスカギャスカ大騒ぎしております。これがあいつらというかマスコミの手口なんですよ。つまり実際の問題の本丸ではなく、関係している周辺事実の中で都合のいいところだけをみょいとつまみ食いして、さも疑惑が深まったかのような報道を仕上がるんですよ。これもうずっとやってきている。昭和時代というか20世紀の頃まではまだ比較的バランスが取れていたのかなって感じ、ところが今ことここに至ってたかが外れております。なのである意味マスコミがつまみ食いしやすい議員を辞職する、あるいは大臣も辞職する、まあ、この発言というのはちょっと控えた方が良かったんじゃないか、というか控えなければならなかった、まあ、これは一般公開のではなく非公開のメルマガ版の方でちょっと指摘しました。そこでの指摘ここで紹介しますと、まあ、本当は時間が余ったらね、これ一般公開にしようと思ったんですけれど、先にもうちょっとどんどん状況が動いてますんで、確認できない文書、まあ、小西洋之さんが出してきた文書について確認できない時点でコメントすることはできませんと。議員を辞めますかと、大臣辞めますかと小西さんおっしゃいますが、確認ができない文書を持って、いや小西さんあなたは自信を持ってるわけですよね、けれど私にとってそれは確認できない文書を持って大臣の職をかける、大臣の職を解すこと、あるいは議員の椅子を降りること、まあ、こうしたことを軽々には申し上げられないんですよ。小西洋之さんあなたもご存知ですよね、国会議員の職責の重さぐらいのことを言って、まあまあぼんやりと否定する、ぼんやりというか明確に否定しつつも議員の椅子だとか大臣の職だとか、こういうものをかけない方法の方が良かった。もちろんこれは安倍元総理を念頭に置いてのことです。安倍総理の時代に私や昭恵が関与していたら総理大臣どころか議員も辞職する、はい、あれはもちろん森友学園の土地取引をめぐって、具体的に言うと財務省にゴニョゴニョゴニョと籠池さんに土地を安く売り渡してくれということの口利きがあったんであればというのがあの時の関与あるいは接点。ところが昭恵夫人が名誉校長であってスピーチをしただとか、そんな程度で、はい、関与があった、接点があったって言ってギャスカギャスカ騒いでいたのがあの森友騒動なんです。そして総理も辞めると言っていたのにと繰り返し安倍元総理の発言の全体の流れではなく、その部分だけを食いつまんで切り取って繰り返し流して印象操作変更報道をしていたのがニュースやワイドショーなんです。そして放送法の解釈、残念ながらまだ変わってないんですよ。変わってないのでこれ絶対同じことやってくるんだと思ったら今やっております。今オンタイムで生配信とばかりにライブでテレビがニュースやワイドショーが切り張りして印象操作をライブでやってるんです。これは森友騒動、加計学園もそうですし、その前の安保法制にしても特定秘密保護法にしてもずっと繰り返されてきました。もっと言うと第二次安倍政権の誕生の時からでした。いわゆる軍歌の音が聞こえるロジックとか、まあ、なので今回の騒動というものはもうマスコミの息のね、あ、まあ、呼吸を止めて1秒とか永遠に止めてあげるぐらいの、まあ、そうしたファクトエビデンスにするぐらいしかちょっとないのかなって感じはしてます。はっきり言って無駄ですもん。今こんなレベルのことを実際問題介入があったなかったあったなかったつか、いや仮に万が一あったとしても結果変わってないわけですよ。つまりそこに違法性がなかったというよりは介入しようと思ったけど、いやいや放送法の観点から無理ですよって総務省の方が突っぱねた、押し返したと見るべきで、それならばむしろ行政が正常に機能している、起動しているということになる。だから何ら問題がないことを問題があるかのように騒いでるんで時間の無駄。ただどうしてもこの時間の無駄が起こっていること、これを後のように生かすんであれば、
マスゴミというのがどこまでもクズ、無駄なことをやってるのか。失礼しました。失礼しました。この番組、角を丸めとお届けしております。うん、それを確認する、というぐらいの役にしか立たないと思ってます。こちらは、おもらし新聞。あ、間違えちゃった。毎日新聞。失礼しました。毎日新聞です。こちら、どーん。放送法、政治的公平文書は全て行政文書、総務省が認める。ということで、この全て行政文書ということ、この放送法の政治的公平の文書ということは、その限定しております。限定しております。つまり、政治的公平性についてやり取りした、レク資料というか、メモ書きですかね。このメモ書きも、一定程度の書式にのっとって、そして省内で保存するものはみんな行政文書と呼ぶんですよ。なので、昨日の、レギュラー放送の方で、小西怪文書と言っていたのは、これ行政文書かどうかが確認取れていなかった。この行政文書かどうかの確認が取れてないものは、みんな怪文書と呼ぶんですね。あ、これ私が言ってるんじゃないですよ。盛りかけの時に、恋活酒場ラボオンザビーチに通っていたとか言われる、元文部科学次官まで上り詰めた前川喜平さんの盟友の方です。ゆとり教育でおなじみのミスターゆとりの寺脇健さんがそのような説明をしておりました。矢崎さんありがとうございます。ありがとうございます。まあはね、チリアクタミマン、ありがとうございます。なので、怪文書という表現してましたけど、総務大臣の方が、本日付で行政文書と認めましたので、一応小西文書としておきますかね。小二端文書。ただ、この中で もう一度記事に戻りますと、一方で文書の一部には記載内容の正確性が確認できていない文書があるとも指摘した。はい。これが、こいつらのやり方なんです。マスコミの出口なんです。政治的公平のこの、ダブルコーテーション。これがかかっている文書に関しては全て 行政文書。ただそれ以外にはある。やっぱり捏造が疑われる文書があるということ。それが高市早苗さんがご自身の記者会見で説明した4枚の文書。なので、あえて高市早苗さんに苦言を呈するんであれば、小西博之さんから国会で質問を受けた3月3日の時点で、あの時点で具体的に4枚なら4枚、3枚なら3枚なら、あるいはここぼっとぼかしまして、何枚かに至っては明確に捏造だと思います。これ何枚とかぼやっとする。ぼやっと返し。それがちょっとね、やっぱり私は悔やまれるかなということ。そしてネットの側で高市早苗さんを応援している人たち、私も気持ちは全く同じなんですけれど、いやいや、高市さん間違ってないから大丈夫だっていう、その一点突破だと通じないんですよ。通じない。なぜならば、印象操作を組織的にやっているから。朝日新聞、こちらの記事。これは本日の朝7時20分に出た記事を紹介するツイートです。それがこちら、ドン。放送法をめぐる内文書を総務省が作成認める方針、参院予算委員に報告。ということで、総務省はこの文書が公文書管理法に基づく行政文書で省内で共有されていたと認める方針、内容については引き続き政策との説明に留める方向だ。ということなんですが、この写真は小二端文書の中でも、どうも本当っぽいだろうという、この取扱厳重注意について、厳重取扱注意等の2パターンがあって、どちらでもいいという意見もあれば、しかし、この取扱厳重注意が厳重取扱注意になっている小二端ペーパーの小二端文書の1ページ目、2ページ目と、それ以降のどうも本物っぽい画像化している文書との差、画像化というかコピーの可能性もあるんですけどね、それとの違いで、この表紙になっているものは、多分本物だろうというものが使われている。一方、小西博之参院議員が3月3日の前日、明日これでこういう文書が総務省の方から垂れ込みがあったということで記者会見を開いた。それを朝日新聞が記事化した。この記事化した時に、こちらの文書ではなく、小西博之さんの、そのご尊顔とかだけを使っていた。つまり、これ、加計学園の時の総理のご意向文書と同じく、写真を意図的に使い分けているんではないか。
や、使い分けてるんじゃないでしょうかという話。というのは実際この記事見に行きますと、小西洋之参院議員の記者会見を伝えた朝日新聞は、これ、秋原民助記者さんの記事なんですが、これツイッターの方でご自身が自慢してましたんで間違いないんですが、ただ、これは署名記事になってないです。鬼の原と書く木原民助記者。こちらが書いたとツイッターでは言ってるんですけど、朝日新聞上では署名がない。そして朝日新聞というと、今、こちらの記事もそうなんですけれど、有料なんか金取るんですよ。金取る。ところが、小西洋之参院議員の記者会見の記事は無料なんです。全部見られるようになってるんです。つまり協力してるんじゃないですかという話。そして、ここからコラボ。いろいろなんか嫌なコラボが始まります。どん。態度を立って強気で自分の正当性を答弁したが、捏造ではなく行政文書だったと分かると開き直りですか。高市さんの進退と同時に放送法の解釈変更に政治が介入した可能性についての真相究明が必要です。はい。これはですね、蓮舫参院議員、ニュースディグ TBS ですので、先ほど紹介した、ニュースのツイートを拡散しております。はい、これ完全にまんま。高市早苗さんは4枚と限定しているところ、これ切り取っております。切り取って印象操作に蓮舫さんが参加しているんです。続けて。こちらは、こんな感じなんだ。日本テレビですかね。MI2 さんのツイートより紹介します。ドン。同じく立憲民主党、議員辞職すべき、小西洋之さんが公表した放送法解釈をめぐる総務省文書について、立憲民主党、安住淳、今国対委員長か。はい。高市大臣か総務省か、どちらかが嘘をついていることになる。高市大臣は責任を取って議員辞職すべきだ。はい。高市大臣、改めて捏造を認識示す。これも4枚というものがすっぽり抜けております。すっぽり抜けている。もう本当に同じ手口です。森友騒動の時も、加計学園の時も、全く同じ手口を、なぜか、朝日新聞、毎日新聞、立憲共産党、間違ってない気もするんで、このまま行きましょうかね。コラボってるんですよ。コラボってる。さらに、もう、ここら辺までコラボっときますか。こちら、ドン。これは、イクオゴノイさんということなんですけど、高市早苗大臣、せよねれ無に出てくくせに復活しないでくださいねって、こちら、ゴノイクオさん。どこだっけな。あ、大学の肩書き消してる。ツイッター上のプロフィールに、大学の名前が以前入ったと思うんですけど、今ですね、こちらの方の肩書き、すごいですよ。ドン。ポリティカル、テロリスト、デモクラスティック、テロリストですって、おかな、キャ怖い。この人物どういう方かと言いますと、こちら、ドーン。どんな方かなーと、五野郁夫さん、サンデーモーニング、芝木と何だろう、なんか、あ、サジェスト変換ですかね、サジェスト変換。で出てきました。サンデーモーニングにちょいちょい出ていた方です。こちらの写真なんかですと、なんかここら辺に、野間さんですか、野間孫氏とかのお名前を見つけたりとか、まあ、こういう人物。こういう人物です。こういう人物が、高市さん、さよねれーって、もう戻ってこないでくださいねーとかっていうことで、なんでも以前は、生番組に出られていたということなんですが、2014年ぐらいから出番がかからなくなっちゃった。お座敷かからなくなっちゃった。ということで、まあ、こんな愚痴こぼされております。高市ゼネイ大臣とは、2014年以来ずっとバトっていったのですが、私まだ2014年の時は生放送番組に出られたんですよね。ちなみにこれは2014年に TBS のニュース23の生放送に出た時の説ツイート。これ以降私は事前録画しか出られなくなりました。はい。ニュース23ですか？ニュース23。二人で盛りかけ。この伝説の呼びかけがあった。安倍元総理がニュース23に出たときに、インカム、イヤカム、イヤカム、
印鑑、これ耳に入ってるやつ、ここから音が漏れちゃった、2人で盛りかけっつって、それが2017年です。2017年、2014年以来ずっとバトって、バトって何様だ、 何だろう。で2017年で2人で盛りかけとかやったんですよ、 TBS。 どこに変更報道とかあったんでしょうか。ちなみに生放送で呼ばれなくなった理由、私には分かりません。ただかつてアンネの日記破損事件というのがありました。東京都内、都内近郊も含めた本屋さんでアンネの日記が破損されるという、まあ、事件がありました。これについてこの五ノ井郁夫さん、大学の先生らしいんですけれど、世界中が右傾化している、世界中が右傾化していることが、まあ、背景にあるんじゃないか的な、みたいなっぽいお話をされておりまして、いやいやそれ関係ないでしょということで、私ちょっとそれこそバトりました、ツイッター上でバトりました。まあ、最後完全論破というよりは一つ一つ突き詰めていくと、彼の辻褄が合わなかったんで、もう来なくなったんでまあいいかなと思ったら、なんか私のメンションつけない形で、私の見えないところで、なんか小学生から勉強やり直せ、小学生から勉強やり直せとかね、なんか言い捨てて、言い捨ててトコトコトコっと、トコトコトコっと左の極北の方に逃げてきましたんで、まあそっとじ、そっとじしました、そっとじしたんですけれど、これあのアンネの日記破損事件、犯人検挙されました。名前を言ってはいけないあの人というか、あの責任能力が多分なかったんじゃないですかね。警察の方であの容疑者の氏名を公表しないという形の報道になっていましたんで、受けか云々関係なかったんですよ、五ノ井郁夫先生、五ノ井先生。まあですので、生放送で呼ばれるか呼ばれないかのその基準については私分かんないんですが、少なくともネット上でのご活躍、あるいはメディアでのご発言を見ると、まあ確かにいろいろと難しいんじゃないかなっていう気はしております。ただこちらのコラボ、コラボ、これ本当に真面目なコラボとちょっと接続するのかなっていうのがこちら、ドン、前川慶さん、3月6日の TBS ニュース23放送法政治的公平の解釈改変問題で、星浩氏が、結果的には、解釈の記号のところは変わっていないと政府答弁にしたかったコメント、ニュース3大丈夫か。はい、先ほどお話したようにニュース23、2人で盛りかけ、2人で盛りかけの番組、これに対してあの総理のご意向と思われるかもしれないという、加計学園の総理のご意向文書、朝日新聞がですね、肝心なところを隠した、政治的意図を匂わせない演出としか思えない写真を持って、安倍総理の何かの忖度があったんではないかという、あの案件周辺でちらほらと姿が見えた前川喜平さん、当時のギガ人だったかな、当時のネット媒体の報道によりますと、どうも文部科学省内部で天下り先を確保するために獣医学部の新設とかを作らせない、しない、させない、許さない、そして既存の私立の大学を守ることによって、君はここの天下りだ、君はここの天下りだとやりたかったようなんですが、その時点で天下り禁止されてたんですよ、天下り禁止されてた。ところが前川喜平さん、現役の文部科学次官の時に、君はこっちだ、君はこっちだってやって、あ、バレちゃったっつって、本当は解雇令を首ってなるところだったんですけど、安倍元総理の恩情によってこれまでよくやってくれたから、まあ機会を見てタイミングによる辞任という形の恩情で、これは高橋陽一チャンネルの快進撃が止まらない、高橋陽一先生がほにゃほにゃほにゃって匂わせたところによると、天下りがバレた時になんかもう ここが赤くなるような感じで、もうどうかどうかお願いします、お願いしますってやったとか、やったとかという話、これ高橋陽一先生が匂わせただけですよ、匂わせただけ。それでまあなんとかね、懲戒処分でなかったという話なんですが、やめてからなんか謎文書が出てきましたとかやっていたのが、先ほどなんかコラボっていた前川喜平さん。さらにこの件と言いますと、こちらの方も今日出てきました、ドーン、はい、日本共産党と強いつながりのある
有田芳生さん、つながりがあったんですが、なんか、除籍になってしまったという有田芳生さん。私が言ってんじゃないですよ。有田芳生さんご自身が言ってたんですよ。なんか原稿で書いてましたよ。日本共産党と強いつながりがあり、今もなんか未練ダラダラのような雰囲気のある有田芳生さん。知人から、総務省の一連の文書が届きました。今日は高市早苗大臣の誕生日だそうです。総務省からのプレゼント。だって。わざわざ誕生日で総務省からのプレゼントですか。いやー、素敵です。褒めてません。嫌味です。嫌味。ただですね、こちらも厳重取扱い注意になってんです。これについては先ほど紹介しましたように、どちらでもいいという説もあります。ありまして、その、さらに日付とかもしっかり書いている。じゃあこれ本当なのかなっていうところなのですが、こちらの謎文書、いや、怪文書としておきますかね、これについては。これについてなぜ怪文書と言うか。ちょっと待ってくださいね。これでいけたよ。先ほどの、有田芳生さんが総務省からのプレゼントとかって言っていた文書、こちらを今拡大しました。ドン。はい。磯崎総理補佐官。この字覚えておいてくださいね。この字。これ出てきたっけな。もう一個画面出していくか。あ、こっちか。Google 先生の方が分かりやすいですかね。Wikipedia 先生か。Wikipedia 先生。これもちょっと、これじゃ分かんないか。よしよし。うん、ここは合ってんのか。Wikipedia だと字は一緒なのか。これなんか字が違うとかっていう話がありまして、うん、字が違いますよね。ウィキペディアの方が違ってるのか、じゃあ。じゃあ、違う。これ字、人が違ってた、こっちだ。ご自身のホームページの方が確実ですが、これみんなひろがななのか。ちょっとすいませんね。用意しそびれておりました。あ、こっちで見ていけばいいのか。よいしょ。はい、失礼しました。これで見えるかな。はい、失礼しました。こちら。ドン。で、先ほどのが、これかな。こっち。はい。この字。ちょっと分かりづらいですよね、これね。よし。もう一回いきます。これが限界なのか。もう一回いきますね。こちら。この字。下が人って言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど。そしてウィキペディアの方では、こちら。下が我ですね。我。これ、はい、日本の政治家。はい。ということでして、まあ、こちらの方も、まあ、コニタン文書の中でも、ちょっとどうなのかなっていうのに近い感じの文書でして、これが、なぜか、有田芳生さんのところに出てきていて、
またこれは見方によって高橋陽一さんなんかは総務省の方に出向していたことから、まあ、旧郵政省だとかそのそれぞれの省の駆け引きから、まあ、縄張り争い諸場争いから巻き込まれたんじゃないかとかっていう話もあるんですが、まあ、普通考えて優秀なお役人様が政治家のお名前を間違える間違えますか、まあ、私はよくごじりますけどね私のようなね小学校で勉強やめた人間じゃなく一流のね大学出られまして、公務員試験受かって高級官僚上級国民になってるわけですから、まあ、ここら辺どうなのかなというところ。ただいずれにせよこういう形で仮にこれが本物だとしても、総務省の方からリークが行われているということをこれうっかり有田芳生先生ポロリしちゃった。これ何かというと、総務省の方がマスコミを使って政治を攻撃しているわけですよ。それ許されるんですかって話。マスコミが取材した上で何かをね、明らかにするっていうのは必要だと思いますよ。しかし総務省の方からリークされている。これも、安倍元総理の時代の加計学園だとか、森友騒動の時と同じ、同じ構図。それが繰り返されているというのが、今回のコニタン文書。コニタン文書の位置づけであり、そして同時にマスコミが高市早苗大臣の都合の悪い情報をつまみ食いして都合が悪いというか印象が悪くなる、高市早苗さんの印象が悪くなりそうなセンテンスと情報だけを切り取って、そして後に詳しく説明して4枚だとしたとしても、これは実際3月6日の時点で4枚だとしてますが、3月7日の記者会見の時点で総務省の方が行政文書だと認めた時にそれは捏造だと言った高市早苗という形の印象操作、完全な変更報道を今生配信でやってるということ。テレビね見ない方まあそれでいいと思います。ただツイッターとかで出てくる流れてくるマスコミ情報を見ると完全に印象操作変更報道をやってるというその証拠が今あるということで、これをオンタイムで共有できるしなければいけないという、まあ、そういうような意味ぐらいはあるのかなって感じでございます。ちなみに、ちなみにですよ、あの森友騒動の時の私や妻が関係していたというあの話、参議院の質問主意書にありました。質問主意書、質問第241号、安倍総理の私や妻が関係したということになればそれはもう間違いなく総理大臣も関係議員も国会議員も辞める発言に関する質問主意書、右の質問主意書を国会法74条によって提出する、平成30年7月20日小西洋之、小西洋之参院議員出ました。これ伊達忠一さんですね。あの旧統一教会問題でいろいろと名前が出ました。伊達忠一参院議長、はい、これもコニタンだったんですよ。コニタンだった。なのでまあいつものこと、しかしその全く同じパターンを今回も繰り返しているということで、まあ今回マスゴミどものポンコツが繰り返されている、その中で少しですね気になるのがこちらと、これは JP 応援さんという方が高市早苗チャンネルの方から紹介しております。高市早苗チャンネルの方では特定秘密保護法の審査で調べられること、国籍渡航歴、犯罪歴、懲戒歴、薬物、ダメですね、お口にはね、国籍渡航歴、犯罪歴、などなど、まあ、いわゆるセキュリティクリアランスだとか、こういうものに取り組んでいるのが、高市早苗、経済安全保障担当大臣。ついでに言っときますと、まあ、マスコミの皆さんが、テレビの方が、なんだか変なわけのわかんないコラボをして流れ玉当てておきますんで、こちらの方も見ておきましょうか。ドーン。ロイターの2月17日の記事です。民放連、外資規制で総務省に意見書を提出。国における重要な産業である放送事業。これについては、外国人の株主というのは 20% にまで制限されております。それは放送を使って日本の国益を損ねることをやられては困るから。
しかし今実際フジテレビがまだ 34% だったかな、で日本テレビが29だったかな、まあ20を超えてます。これ放送法違反なんです。外資規制違反なんです。ただこの外資規制について、いやいや議決権与えてないから、議決権与えてないからギリギリセーフというのがテレビ側の主張でした。これをさらに拡大してくれと、議決権を持たない株権ということで、名義の書き換えとかそういうのがね、めんどくせえなだからね、外資規制緩めてねということを今テレビの側は求めているんです。そしてこのセキュリティクリアランスということに関しては高市早苗経済安全保障担当大臣が仕切っていて、あ、ついでにこれ流れ玉当てておきましょうか、フジテレビドーン。エンターテインメントを通じて国際協力を促進、中国バイトダンス社傘下の、なんだ、まあなんかそんな会社と戦略的パートナーシップを締結ということで、あの TikTok、 アメリカの方で規制が始まってるとかっていう TikTok とフジテレビは、提携をしております。さらに、皆様の BTS、 あ、違った、 TBS の方は、中国の上海、中国電媒大学っていうところに奨学金あげて、で今はどうか発表されてないんですけど、学生受け入れて TBS 社内で研修的なみたいなっぽいことをやっていたり、あと TBS で言いますと、いわゆる録音レーダーとかの前、 TBS 社員として韓国軍の元軍人さんが勤めていたりとか、テレビに出てました。まあ、録音レーダー以降なぜか出なくなりましたけれど、まあ、かように日本社会に対してこの日本の重要な、まあ、放送事業とかに関してもセキュリティクリアランスが効くのか効かないのか、まあ、効かせなければならないんじゃないか、まあ、いろんな話がある中で出てきた高市早苗大臣に対しての、まあ、総務省からゴニョ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 、そして立憲民主党、TBS、毎日新聞、朝日新聞、まあ、これらのコラボを見ていると何か、まあ、今の時点ではまだ陰謀論と推測ですよと断っておきますけれど、今オンタイムで行われている捏造報道、変更報道を我々は監視しなければならないんじゃないでしょうか。ちなみに20年以上繰り返されていることです。白がこう言ってます。腹立つ、はい、巨悪がとかね、いろんなことを言ってる方いますが、私のターゲットは基本的にはずっとマスコミ、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなんです。随分今日はちょっと時間を取りましたので、三浦瑠璃夫さんいけないかな。三浦瑠璃夫さん H3、 三浦瑠璃夫さんサクッと言ってきますかね。三浦瑠璃夫さん、速報というか本日午前中ですね、入りました。ドーン。三浦瑠璃氏の夫を逮捕。関連事業をめぐる業務上横領容疑、東京地検。自身が関係する会社の資金計4億2000万円を横領したとして、東京地検特捜部は7日、業務上横領の疑いで再生可能エネルギー事業などを手掛ける東京都千代田区のコンサルティング会社、トライベイキャピタル。これはトライヒーベイウ港って感じですかね。裏。代表、三浦清志容疑者を逮捕した。三浦容疑者は国際政治学者、三浦瑠璃さんの夫。で、まあ、今ネットスラングでは、三浦瑠璃を、瑠璃をなどと呼ばれております。まあ、疑わしきは被告の利益ですんで、逮捕はされました。まあ、身柄を抑えられました。まあ、この後、立件されるのかされないのか。額が額なので、まあ、これが完全に有罪になったら、実刑もあり得るのかなっていう感じかなと思います。これについてですね、結構どういうことなのということがツイッターの方で寄せられていたりとかしました。例えば具体的にはこんな感じ。ドン。これは朝日新聞デジタルでございます。朝日新聞デジタル。三浦瑠璃さんと、まあもう一人の方、少子化と女性のキャリアインタビュー記事。あ、出た。桜ウイロー。あ、じゃなかった。共同通信 PR ワイヤー。そして、はい。インタビューに協力いただいた方ということで、続々とメディア復帰されております。メディア復帰。まあ、ご活躍ですね。よかったですね。よろしゅうございますね。ということなんですが、こんな報道もありました。まあ、プライベートなことはどうぞご自由にっていうことなんですけれど、例えばこちら、三浦瑠璃さんが夫以外の男性と腕組み。まあ、どうぞご自由にってところなんですけれど。
文化人放送局さんのツイッターアカウントがこんなツイートしておりました。ドン。三浦瑠麗氏の夫が4億2000万の業務上横領容疑で逮捕されました。直前に三浦瑠麗氏を朝生に出演させたテレビ朝日と田原総一郎氏に責任はありますか？あれ出たんでしたっけ？あれ出たんでしたっけ？田原総一郎氏はこの機会に引退すべき、テレビ朝日田原総一郎氏の責任謝罪すべきということでですね、テレビ朝日に道義的責任あり、責任なし、ということです。これについて本当にテレビの責任はあるのかないのかというと、私はあると思います。ただ、このツイートを見てますと、まあ、逮捕というかガサ入れが入った直後こそ止まりましたけど、一週間ぐらいですかね。ただ結構ツイッターちょっとずつ戻してましたんで、まあこれは自分のところにまでは、まあ、来なかったんじゃないかということなのかなと思います。これについては、まあ、いわゆるお左様界隈のインフルエンサーの方も絡みついておりますと。まあ基本的に夫婦は別人格って点ではそれは正しいのだが、この夫婦は互いに互いの事務所の株を持ち合う共同経営者であり、三浦瑠麗氏は政府の会議で夫の事業拡大につながる提言をしたりしているので、無関係とは言い切れないのだ。はい。無関係ではないんですが、しかしその当該案件、まあ今でいう業務上横領、まあ、今回業務上横領なので、実際のところ、当初言われていた詐欺とかっていうところまではいかないんじゃないかな。まだわかんないですけどね。ここから先の話っていうのも、まず逮捕してからどんどんいろいろと掘り下げていくっていうのもあるんで、まだわかんないんですけど、これ厳密に言うと、本当に夫婦は別物だというところで、難しいと思います。難しいと。別にその、擁護するつもりなんか、これっぽっちもないですよ。これっぽっちもないんですが、実際、これは一般論で言います。ご主人の商売を宣伝するようなことをしていた。まあ、国会に招かれて話したり、テレビで話したり、朝まで生テレビで宣伝のような話をしていたり。これをもってご主人の商売を助けていた。いや、その面はあるんですよ。その面はあるんですけれど、私のハイクオリティライフ、セレブリティライフのトロフィーワイフなんて言葉が、トロフィー旦那、私の旦那さんがやってる商売は素晴らしいなよっていうことをやるために宣伝していた。そしてちょっとぐらいマシマシモリモリとしたとして、マシマシモリモリとして、例えばこれも一般論ですよ、お子さんの成績が学年で真ん中ぐらいだったら、上位にとか10番目ぐらいだったら、いつもトップ3ぐらいにかすめるぐらいのとか、話を持ったりする人、これをもって罪だとは言えないというところなんですよ。これをもって罪だとは言えないというところ、難しいんですよ、だからこれは全部疑わしきは被告人の利益ってなっているんですね。その細かいところまで言っちゃうと本当に社会がギスギスしちゃうからです。ただこの件をどう我々が受け止めるべきかと、私の中での解釈は、ああそうですか、ご主人が何かやれよと言われたから今日は国際政治学者記念日のようにパートタイムのような形で国際政治学者と名乗ったら、なんかそれでもてはやされてテレビで使い続けていたニュースやワイドショーどころか、なんだか教養番組っぽい皆様の NHK なんかでも使われていた。つまりテレビというのはそのマシマシモリモリの話で溢れている。そしてこれテレビが追求しないこと、おいおいそこに何かあるんじゃないかなということ、まあ私もねそれ全くないとは思わないんですけれど、テレビ業界マスコミ業界ってこれがベースになってるんですよ。ドン。ステマ法規制、消費者庁広告主を行政処分ということで、今年に入りいよいよステマの法規制へ動き出すということ、つまり自分のところの家族がやってる商売を自慢をする素晴らしいというステルスマーケティングをやっていたとしても、今までは規制がなかったんです。日本国内ではアメリカの方では FCC だかなの方で規制があったんですけど、日本国内ではなかったんです。これようやくやろうとしてるんですが、これ抜け穴がありますというか、バッチリ抜け穴しかないです。マスコミの方ではこのステマの禁止に関してテレビ番組、雑誌、新聞記事、取材したものに関しては OK、
取材したものに関しては結果的に宣伝になっても OK という立て付けになってるんです、今の時点では。あれ穴っぽこだらけでしょ。今 TBS の方が韓国の芸能事務所と組んで、日韓合同の、グローバルバンド、なんで日韓だけでグローバルなのかよく分かんないんですけど、まあ、日韓合同のバンドの、デビューイベントやってます。こうトーナメント決勝なんかこう審査やってオーディションやって、これ TBS ザタイムで毎週水曜日ステマやってます。自分のところの事業だってことを一切言わずに宣伝してます。さ、いよいよ来週が決勝戦です、だってステマバッチリやってる。ただこれも今度できるステマできるとか、今準備されてるステマの法規制においても取材をしてるという体になっちゃうとこれ通っちゃう。はい、このステマ体質というものを高市早苗さんらにの報道にガチコーンと当てはめますと、自分たちの目論みに従った報道しかしていないんではないか、事実の一部をかいつまんで自分たちに都合のいい情報しか垂れ流さないことによって印象操作変更報道をしているんではないか、まあ、その一つのモデルケースがあの三浦瑠璃夫さんにつな、あ、瑠璃夫さんじゃない、三浦瑠璃さんの方につながってくるんじゃないか、まあそのような位置づけで三浦瑠璃夫さんの逮捕というものは捕らまえるのがちょうどいいぐらいなんじゃないかなという気がしております。H3 打ち上げ、こんな感じです。どん、こちらは黒田優香さんですか、黒田さん、黒田ありさん、失礼しました。宇宙タレント、 H3 打ち上げ成功と YouTube 生配信を終えた後、第2エンジン点火できずやむなく指令破壊のニュース、関係者の皆様の無念を考えると、心が痛みます。第1、3号、これから7年の活躍が期待されるも失ってしまいました、なんとか立て直してということでして、どういうことかというと、 H3 飛び上がったのは飛び上がったんですけど、まあ、第2弾発射といかなくて、このままだと燃料を搭載したまんまどこに落ちるか分かんなくなっちゃう、これはちょっと危ないんで、まさにポチッとなと、ポチッとなという破壊指令を出した。そうすることによっても安全を守る、全体の仕組みの上においては安全装置が効いたんですが、効いたんですが、これはやっぱり打ち上げにおいては失敗です。失敗。今日記者会見見ておりました、共同通信、あの記者じゃなかったんですけど、その後出たのかな、ちょっと途中から見逃したんですけど、かなり長い時間やってたんで、1時間ぐらい見たんですけど、1時間ぐらいかな、うん、30分か、うん、1時間ぐらいやってますよね、うん、あ、もう終わんのかなと思ったら、今度人が変わってってやってましたんでただですね、 H3 ロケット、まあ、今回残念でしたけれど H2A になる前年がら年中失敗してたんですよね。よくないんですけれど、まあまあロケットビジネスというものは最初の時はどうしてもしょうがないので、まあだからといってね、許せ見逃せという話をしてるんじゃないですよ。やっぱり批判は批判で必要なんですけれど、まあこういう考え方があります。これはエーロン・マスクパロディさんのツイートです。ドン、また失敗を連呼して騒いでる、技術者たちは右のように考えているのだよ。いわゆるマスコミの方がこの左側ですね。成功か失敗か、二択、二択。ただまあ技術者というのは失敗失敗を繰り返して成功に行く、まあトライアンドエラーですね。この発想で失敗というのも、これも実はちょっと私の認識では間違ってるというか、ちょっと表現違うなと思うのは、失敗しますよね。とこの道は失敗なんだということで次の道を選ぶことができる。そしてこれが失敗だった時に今度は真ん中の道を選ぶことができる。こうやって失敗しましたということを確認することによって成功確率を上げていく。まあ技術者というのはそうやって考える傾向があるということで、まあ今回の H3 ロケットに関してはですね、まあ今日、まあ、まあ、今日はお疲れちゃう。明日以降ちょっとね、反省してとか研究して上で失敗箇所が見つかったら、そこから反省して次につなげてもらえればいいかなと思います。というわけで最後ちょっと駆け足になりましたが、今日もレギュラー放送あります。今日はこちら、ドン、こちらもちょっと失敗に近い話かもしれないですね。暇空あかねさん、完全敗北なのか、ということで、暇空あかねさん、先週の3月3日、東京都の福祉保健局というか監査委員が発表したことによって、
コラボさんが、コラボさんサイドの完全勝利完全勝利、暇の完全敗北とか言ってんですけれど、いや、どう考えても、もうおかしいでしょと。領収書拒否。そこに生ポの指摘。190万円すっとぼけてます。これ、小池百合子都知事逃げ切って、まあ、小池百合子都知事はもしかすると逃げ切れるかもしれないです。まあ、結局その部局担当のせいにして、まあ、知りません。アウフヘーベンでいけるのかもしれないんですけど、これこのまま行くと、今確定申告なんで、何かと忙しいんですが、まあ、4月15日ぐらいになると落ち着きますんで、このずさんな会計が通るんであれば、いや、それはもう、Z やってこないと、ちょっとシャレにならないのかな。なので、暇アノンと大騒ぎしてる人たちが、完全敗北だなんてね、大騒ぎしてますんで、その面白い話を、なぜ今夜やるか。まあ、番組の中でも最後触れておりますが、明日、3月8日、川松真一郎都議会議員、墨田区選出自民党所属、川松真一郎都議がですね、小池百合子都知事と対マン、失礼しました。1対1での、質疑をやるということですので、まあ、その前座、梅雨払いとして、ちょっと3月3日に出た文章を踏まえたときに、こういう問題点がありますよと。そして明日お時間がある方、東京都の、この YouTube かなんかで公開されるようなので、議会の川松慎一郎さんに熱い元気玉を送っていただければなと思います。まあ、そういう番組今夜19時半からやりますので、よろしければお立ち寄りいただければなと思います。今マスコミが、まあ、これ断末魔というか最後の悲鳴のような捏造報道をやっております。なのでだからこそですね、ここはかかとに体重を残して、高市早苗さんが言ってることの方が私は正しいと思っておりますけれど、ただ現地言葉尻を捉えてギャースかギャースか騒がれることがある。これはもうずっとやられ続けていて、安倍元総理はある意味そこでやられた。この経験を我々は生かすためには、やっぱりかかとに体重を残して、その中でぜひ、高市早苗さんもちょっとね、前のめりになっていっちゃうところがありますんで、かなって見えてしまうところがあるんで、我々こそ、かかとに体重を残して、みんなで頑張っていきましょう。それでは、レギュラー放送でお目にかかれればと思います。バイバイ。信用はほとんどないと思うんですが、ネット上では。ただまだまだ。マスコミしか見ない、テレビしか見ない人の信頼はあるんですよ。まあ、もうちょっと時間かかります。では、ワンクリック。ツークリック。バイバイ。